はい、来たよ。今日は、新店舗8月20日オープン、きらめきの鳥名神豊中インター店です。はい、来ましたよ。もうインター降りてすぐです。はい、着きましたよ。きらめきの鳥名神豊中インター店じゃー。駐車場もいっぱいありますが、現在オープン当日なんで並んでます。いやほんま社長にやらせてダメです。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。きらめきの鳥へおいでやす。どうもミスター京都アッキーです。本日はきらめきの鳥、アンバサダー企画番外編です。8月度は1回、動画配信させていただいているんで、今日は第2部番外編です、はい。なんとね、この度8月20日に、大阪の名神豊中インター前に新たに23店舗目となるきらめきの鳥名神豊中インター店がオープンしたので、やってきたぞ。はい、今日はオープン当日です。やっぱすごい人気ですね。もう大阪でもね、もうきらめきグループさんはかなり浸透されててね、もう非常に人気のお店となってます。30店舗プロジェクトまで、残り7店舗となりましたけども、はい、本日は新たにオープンいたしました豊中店、潜入していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレスゴー、行ってきます。はい、ということでやってきました。きらめきの鳥名神豊中インター店、8月20日オープン。はい、今日はオープン当日にやってきたぞ。はい、ほんまに名神高速降りてすぐです。京都から名神で約 4、50分、はい、来ましたよ。お花もたくさん飾ってあるんですけどね。こちらのお店ではね、なんとね、鶏豚骨のラーメンがいただける。はい、ほとんどの店がね、もう鶏パイタンなんですけど、鶏豚骨がいただける、塩、醤油、味噌、ほんで名物の台湾混ぜそばトッピング、ほんであとこちら激安の、サイドメニューですね。230円する丼が、考えられない。社長、もうびっくりした。23店舗目、ありがとうございます。あ、びっくりした。今日は洗い物されてるんですか。もうこんなん当たり前ですか。もう当たり前、もうこんなん僕らの思い切り。いや、ダメですよ、僕がやりますわ。これね、こんな簡単じゃん。こんな簡単じゃん、ほなほら、やってもらおう。もう洗い物してしまうので、はい。いや、ほんま社長にやらせてダメです。さっきも全然あかんの。全然これね、お客さんが直接口つけるとこやから、もうその気持ちが入ってないから。なるほど。もうこういうとこをね、綺麗にしないと、お客さんもコードも肩もいらっしゃるからね。こんなん適当でたの。で、僕はこれみんな食洗機あるから適当に行くんやけど、僕はね、僕は信用できへんから。なるほど。こすって、これあくまでもすすぎ機や思ってるんですよ。私もここでも綺麗に洗って、で食洗機ならすすぐだけ、あ、そんなにやっても愛情込めて洗って、はい、洗ってですね、それ最後食洗機ですすぐだけ、そういうことですね。はい、もう僕は初めてなんで、ね、よくわからないです。いい勉強になりました。
うん、はい、ごめんなさい。いやー、洗い物もね、もう難しいですね。もう家で洗ってるようにはいかない、はい、しっかり真心を込めて洗って、ほんで食洗機はおまけなんですね。素晴らしいです、はい、ほんで今日はね、記念すべき23店舗目がオープンということで、ね、やってきました。ほんで、ね、このお店ではね、あの鶏豚骨です。はい、普段の他のお店ではあの鶏パイからですけど、このお店では鶏豚骨がいただけるということで、今日はその鶏豚骨の醤油、はい、僕ね実はね醤油まだ動画配信したことないですよね、はい、ということで本日は醤油ラーメンキラスピンして食らっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、来ました。こちら醤油の鶏豚骨、鶏豚骨ですよ。見てください、この濃厚なスープを。これもう輝いてますよ、輝いてます。しゃあ、ということで食らっていきます。こちら豚キムチ丼も来ましたので、はい、一緒に食らっていきたいと思います。おかえりみうまい、鶏豚骨最高やわ。もういつものね、もう最強の鶏白湯スープに豚骨のね旨味が加わることによってね、いやさらに絶品ですわ、うん、あうまい。そしたらね、このねレアチャーシューですよ。大阪の皆さん、レアチャーシューも最強なんでね、皆さんぜひキラスペにして食べてください。キラスペにしたらね、この海苔と、豚が2枚、これで端玉ついてきますんで、はい、見てください、このボリュームすごいでしょ。超贅沢ですよ。もうきらむきさんのねレアチャーシューはね、もうあのチャーシューの霜降りって俺呼んでますからね、それぐらいうまいですね。うますぎるわ。今日もとろけました。そしたらね、あ、メンマもこれちょっと変わってますね。穂先メンマですよ。これうまそう。もう一点一点ね、こうやってねラーメンも少しずつ変わってるところもまたいいですよね。ほんでこれがひらめき名物北海小麦 100% の麺になっております。いや、これはほんまにね毎回楽しみですよ、はい、これがねもう京都一の自家製麺。ほら、京都一の自家製麺が大阪にも広まっている最高じゃ。ほら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 、世界一、この麺は世界一、皆さんぜひ味わってください。最高です。本日はサイドメニューもご紹介させていただきます。豚キムチ丼、僕もいただくの初めてですけど、これもまたうまそうですね。具沢山で、ほんでまた安いですよ、はい、キムチに細切れの豚に海苔、ほらうまっ。これはね、なんていうかね、ビビンバ風ですね、うん、ビビンバ風の味になってる。いや、これ最強だね、うん、これに味玉を割ってね、ぐちゃぐちゃでしたので、ね、もうビビンバになる、ビビンバうまい。僕の味変のおすすめはこのガーリック、ガーリックです。これ入れたらうまいですよ。ほんであとは普通にブラックペッパー、
これが僕のおすすめの味変ですね。はい、お姫様、新宅でご案内しますね。行きます。ほら、飛び出たね、飛び出た。ほら、もうこれも、うん、最強やわ、この味玉。やばい、ね、このメンマね。うまっ、絶対うまいと思うわ。もうほんまビビンバ風だ、これ。やばい、これハマるわ。最強、うまかった。はい、ということで本日はきらめきの鳥アンバサダー企画番外編お送りさせていただきましたけど、このようにね、名神豊中インターのもう目の前に、はい、新たなお店がオープンいたしましたので、皆さんぜひ食べに来てください。こちらのお店では鶏豚骨がいただけますんでね、むちゃくちゃうまかったです。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。9月のですね、きらめきグループから新たに新ブランドがね、はい、オープンしますんでね、そちらの方をご紹介させていただきたいと思いますんで、皆さんこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。